ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1979年1月12日川崎市体育館、アントニオ猪木対ボブループ、ババにフォール勝ちした男に猪木も大苦戦について触れてまいります。シリーズ後半戦にミスター X 戦が控えているということもあり、少し早めに NWF 戦が組まれました。挑戦者は今回3度目の来日のボブループです。全日本プロレス参戦の際、タッグマッチとはいえ馬場からフォール勝ちしたことが変われ、今回ジョニーパワーズを差し置いてシリーズのエース格となりました。シリーズ前半戦とは打って変わり、ボブループは本来のベースであるアマレスの技術を前面に出していきます。ループは徹底的に猪木の動きを封じ込め、自分のペースで試合を進めていきます。猪木はなんとか試合の流れを変えようとするも突破口が見出せません。結局ループのマネージャーグレートマレンコが乱入し、猪木の反則勝ちとなりました。ループは猪木との再戦に意欲を見せましたが、結局このシリーズがループ最後の来日となりました。